エブロ川水系におけるアルガ川の流域アルガ川は、イベリア半島北部、スペインナバーラ州を流れるエブロ川水系の河川、州都パンプローナやプエンテラレーナなどを通って、アラゴン川に合流し、エブロ川を経由して、総延長は1 4 5キロメートル、流域面積は2759平方キロメートルである。古代には、ルナ川として知られていた。 スペインフランス国境に近いピレネー山脈の山麓、ナバーラ州エステリバルに橋を発し、北東から南西に流れる。エステリバルのエウギ地区には、エウギ貯水池というダム湖があり、このダムはパンプローナ都市圏に水を供給している。中流部では、アルガ川流域最大の都市であるパンプローナを含む、パンプローナ都市圏を横断しており、ビリアバータラビア、ブルラーダ、ブルラタ、 アンソワイン、アンツワイン、バラニャインなどの自治体を蛇行して流れている。サンティアゴの巡礼路沿いにあるプエンテラレーナには、11世紀初頭に、架けられた石橋が現存している。プエンテラレーナからは真南に下り、ペラルタ、アスコイエンなどを通り、ナバーラ州南部のフネス付近でアラゴン川と合流した、後に、10キロメートルほど下って、アラゴン州との宗教デーブロ川の本流に合流する。 中華流部には、プエンテラレーナとペラルタ、アスコエーンを除いて目立った都市がなく、タリファやオリテ、エリベリなどの都市は 10km ほど東側に離れている。パンプローナとナバーラ州南部を結ぶ交通路に AP-15 号線やレンフェの路線があるが、これらはやはりアルガ川から 10km ほど東側に並行しており、河川と交通路は、 標高638メートルのブスキル山や504メートルの無名峰などで隔てられている。上流部では河川は主にブナの林に囲まれており、その下ではビルベリー、コーニッシュヒース、スゲ、スズメの槍などを育てている。加えてエウギ貯水池付近ではハンノキ、トネリコ、カエデ、一般的なハシバミ、クロウメモドキなど様々な寒木を見つけることができる。 ダムを離れると、流域には、多く、ヨーロッパ赤松、ゲの低木などが並んでいる。ウアルテを渡る地点には、ポッキリヤナギが現れる。ベラスコアイン地域周辺の低木は、カンタブリア地方の森林から地中海植物の植生への変化を示し、この地域では、クロポプラと白ギが一般的である。ありがとうございます。